ここに絹糸が一つがあります。これをさばくときは思いっきりパンパンパンとでねじ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 力いっぱいねじってください。で片方にくるっと入れるとこのように糸がまとまります。このようにしてお使いいただければ絹糸の扱いがしやすいです。